どうもこんにちは、ミカスです。今世の中をですね、コロナウイルス、新型コロナウイルスによって、大変なことになっているんじゃないかと思います。で、医療従事者の方なんかは特にですね、直接そのもう目に見えないウイルスを持った患者さんに対して、ケアをしなきゃならないっていうところで、もう常に感染のリスクと戦いながら仕事をしているんじゃないかと。で、もちろんね、一般の方に関しても、例えばね、もうユニクロで新しいマスクが出ましたって言ったら、もう買えないぐらい、もうみんなマスクをしている。当初はね、マスク不足なんていうことで、政府からマスクが出たりもしてたと思うんですけど、でね、自分はバイクが好きなんですよ。ちょっといきなり話変わってるようなんですけど、川崎の Z900RS というバイクを買って、でやっぱりバイクを買うとマフラーを変えたくなっちゃうんですよね。で、マフラーだけじゃないんですけど、そのバイクをカスタムする、で動画でも出してるんですけど、 K ファクトリーっていうメーカーの、フルエキゾースト、エンジンからね、ずっとこう出口まで全部取っ替えてあるんですけど、その K ファクトリーさんの社長がですね、このコロナ禍で何かできないかっていうことで、こういったものをね、作ったんですよ。で、これが何かっていうと、ちなみに商品名がスナップンっていう商品なんですけど、そのスナップってどういう意味かっていうと、セーフティーコンタクト、ノーダイレクトコネクト、アンドピースです。はい。要するに、これ、なんていうのかな、この T字型というかフックみたいな感じなんですけど、これ持って、直接手で触れないで済みますよっていう、そういったものをね、社長さんが作って、これを無料で配布したんですよ。特にその医療従事者の方向けに。これがね、1万1000個作ったそうです。1万1000個作ってこれを配布したと。で、素晴らしいと、もうその心意気にやられましたということで、話題にもね、なった商品なんですけど、そんなスナップ2000が市販化されましたので、今回はどういう商品でどういうふうに使えるのかっていうのをね、紹介してみようと思います。さあ、ではまず空張りなんですけど、赤、ピンク、青、水色、シルバー、ゴールド、ブラック、このようにカラーバリエーションは豊富にあります。ちなみにね、このパッケージのこのね、ロゴね、この K ファクトリーさんのこれロゴなんですけど、これね、 KKK でございます。これカタカナの K が3つこう回転しながら重なってるっていうね、そういうマークなんですね。裏を見ると QR コードがついてるんで、ここから取扱説明書を見ることができるようになってます。はい、ということで商品こんな感じでございます。はい、材質はアルミ製で非常に軽いです。そして配布されてた時のとちょっとモデルが変わってるようで、まず全体的に面取りがしてあります。すごくつるっとしてます。滑らかにつるっとしております。反対側は何も書いてないですね。はい、で頑張ろう日本、 K ファクトリー、そして QR コードもここにちゃんとついている。で KKK マーク、はい。で、この商品のね、使い方としては、こうですね、こういうことですね。こうやって持つことで直接何かに触るっていうことを防ぐ。例えばドアノブに引っ掛けて引っ張る、ボタンを押す、そうすることで、マスクはみんなしてたりとか、あとは手の消毒、アルコール洗浄とかってものすごく売れてて、ホームセンターから消えたりした時期もあったと思うんですけど、やっぱり触らないのが一番いいんですよね。なのでこういったものを使ってあげれば、自分につくこともないし、もちろん人にね、菌を与えることもないと。いろいろね、穴が開いてるんで、例えば好きなところにね、鎖をつけてキーホルダーにしてやってもいいし、ポケットに忍ばせといてもいいし、なんかデザイン的にもちょっとかっこいいんですよね。かっこいい。はい。で、K ファクトリーさんのところのホームページとか、商品説明を見ると、いろんな使い方してる写真が載ってたりしますんで、リンクはね、貼っといてありますんで、一度ね、K ファクトリーさん、特にそのバイクに興味が
ないっていう方でも、もしくはバイク好きな方なら K ファクトリーさん知らない人ってあんまりいないんじゃないかなとは思うんですけど、いろいろねマフラーだけじゃなくていろんなパーツを作ってるメーカーさんなんですけど、はい。で、まあ、使い方の部分でね、こう握って直接触らないっていうだけじゃなくて、こういった使い方もできるんですよね。いわゆるバックハンガーっていうんですかね。例えばご飯食べに行った時のテーブルに引っ掛けて、そこにまあカバンバッグを引っ掛けて吊るす、そういった使い方もできるんですよね。だからそう考えると、ただのバックハンガーだけっていう商品もあるって考えたら、まあ一石二鳥感じゃないんですけど、実用性も兼ね備えてて非常にいいんじゃないかなと個人的には思いました。さあ、こういったものがオプションで用意されております。これ何かっていうと、まあ、材質はねゴムなんですけど、中にボッチが出っ張ってて、ここの穴にフィットするようになっております。はい、ズボッと入りましたね。はい、こんな感じで何かをこう押すときにね、これで傷つけずに済むんですよね、ボタンとか。で、実はねこのゴムなんですけど導電性っていうんですかね、なので、スマホスマホ動かせるんですよね。タッチパネルが今多いじゃないですか。例えばくら寿司に行ったら iPad なわけですよ。 iPad は感圧式じゃなくてやっぱ静電式なので iPhone と同じなわけじゃないですか。くら寿司行った時これで注文できますよ。まあそういうね、まあくら寿司に限らずタッチパネルも OK、 素晴らしい。伸びるキーホルダーね、こういったものを用意しておけば、はい、まあこういうことですね。で、まあこれをどっかに引っ掛けておいて、使う時はビリビリビリって伸ばしてね、でまたすぐピッと戻ると、まあこんな感じですね。さあ、ということでこのスナップ2020いかがでしたでしょうか。まあそもそもね、最初に言った通りこの商品っていうのは、まあこのコロナで大変な思いをして仕事をしていらっしゃる医療従事者の方のために、まあ多方面のね方から協力をいただいて作りましたと、まあ社長がおっしゃってたわけなんですけど、まあそれがねすごく話題になっていろんなメディアに取り上げられたと。そうすると今度はもうそれどこで売ってんの、自分も欲しいよっていう問い合わせが殺到したらしいんですよ。でそこで、まあ、市販化しますっていうことで、まあ、商品化されたという、そういう経緯なんですね。なので欲しいよっていう方が非常に多いっていうことで、一応ね説明欄にリンクを貼っておきましたんで、まあ社長の思いだったりとか、どういうメーカーだったりとか、まあ、リンクから飛んでいただければそれが見れると思いますんで、まあ、興味がある方はね覗いていただければと思います。もう自分はねもう何しろ K ファクトリー好きなんですよ。だからマフラーだけじゃなくてその他のパーツも K ファクトリーのパーツ結構ついてるんですけど、ますます好きになりましたね。はい、ということで今回は K ファクトリーのスナップ2020紹介してみました。あと最後になんかねフォトコンテスト、これのフォトコンテストやってるみたいなんですよ。で自分もちょっと覗いてみたんですけど、結構本当に医療従事者の方とかがこれカスタムしたり、要するにこういうところにねこうバンド巻いてこう持っても痛くないようにだったりとか、触ったものに傷つけないように加工してみたりとか、いろいろそういう写真とかも出てくるんで合わせて見ていただければと思います。まあ日本中一丸となってねコロナと向き合っていく手助けになるんじゃないかと思う商品でした。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。